もう本当 5年ぐらい前からじゃないですか。もう副社長がしたタイミングじゃないかなと思います。除草剤とかその辺も考え始めたのは大体そのぐらい、ぐらいじゃないかなと思います。昔はもう全部一本一本抜いてたんで。こう話すのはビッグモーターの現役店長。 TNC の取材に街路樹への除草剤の散布は前副社長の就任をきっかけに始まったと証言しました。福岡県内のビッグモーター11店舗のうち6店舗では店舗前の街路樹を環境整備と称して除草剤をまくなどして枯らしたり伐採したりした疑惑が持たれています。これまでのところビッグモーターは県内の店舗での除草剤の使用を認め、春日店の件だけ謝罪しています。おはようございます。おはようございます。ビッグモーターをめぐる様々なスキャンダル、その原因と見られているのが兼重宏行前社長の長男宏一前副社長です。ビッグモーターの現役店長はやっぱ利益をやっぱ求めてたんで、副社長が成績も上げないといけないし、やっぱり歯向かったら降格になりますし。すぐ現役店長によるとビッグモーターでは無料通信アプリ LINE のグループがおよそ30存在、着信音がひっきりなしになり続け、宏一前副社長ら経営幹部から店長らを罵倒するパワハラが行われていたといいます。あとは無資金、まあ、日常的に出たんじゃないかなと思います。向いてないって言われて、まあ、次の転勤になりましたけど。理不尽さは感じなかった？感覚が麻痺してるので、まあ言われたら仕方ないかみたいな感じですかね。だと毎日人事とか流れてました。経営幹部の独断による異常な人事やパワハラが横行していたというビッグモーター。さらに店舗内では転売による利益追求も行われていたといいます。お客様から車を買い取った時に、例えばスタッドレスタイヤがあるけど使わないんで一緒に入れときますって言われて、捨てるより売れるものは売ろうみたいな、メルカリとかヤフオクに出して1円でも利益にしましょうっていう。ビッグモーターで名前売ってる。東北とか北海道とかだったら1ヶ月で50万とか利益になりますよ、普通に。その利益追求による歪みなのでしょうか。別の元従業員によると、県内の店舗では整備士による車検での不正が起きていたといいます。車検とかで、見積もりを取って、ね、この部品買いますよとか、実際はもう交換せずにお客様にこう車検終わりましたということよ。まさかお客さんも疑って、ね、車検から帰ってきたその場でちゃんと、ね、契約通りの部品が全部変えられているかなんてチェックする方まずいないですから、絶対わからないんですよ。元従業員によると、その整備士は車検の見積もりに交換の必要がない部品を計上、整備士は発注した新品の部品が店舗に届いているにもかかわらず部品を交換せずに客に車を返却していたということです。その狙いとは、部品商に発注さえすればその部品が新品のまま余りますよね。他に転売するっていうことも可能なので、これを、まあ、整備士が小遣い稼ぎにポケットに入れるっていうのは聞いたことがありますし、客の金で買った新品部品を転売していたという整備士。ビッグモーター側は不正に気づき、この整備士を解雇したといいます。さすがにその人は、まあ、即日解雇ということでクビになっておりましたけどもね。これ刑事告発とかできるんですか？警察とかは来てなかったですし、おそらくそこまで大ごとにしたくなかったんじゃないかなと思いますけど、背景としてはやっぱり会社のパワハラ体質っていうのがあると思うんですね。現場のスタッフからしたら
会社に対する愛ってないですよね。もうこんな会社潰れてしまい、どう思われようがどうなろうが知ったことじゃないっていうふうになるんですよ。来るお客さんに対してもそういった対応になりますんで、もう自分がお金をいくらもらえるのかっていうところにしか関心が向かないと思うんですね。やっぱり会社からの給料だけじゃなくて、プラスアルファで転売とかいうことに至るっていうのも、まあ許されることじゃないやけど、そういう心理状態になるっていうのはあり得るかなとは思います。関係者たちの証言で明らかになる歪んだビッグモーターの実態。渦中の兼重宏一前副社長は今後公の場に姿を現すことはないのでしょうか。